そう、この課題を解く以外に解決策はないか。嫌になるね、まったく。さて、考えるか。前に進めば距離が空き、後ろに進めば距離が近づく。だが後ろは見ての通り、これ以上下がれない。つまり距離をこれ以上詰めるのは不可能。上下も同じ、上がろうとすれば下がり、下がろうとすれば上がるだろう。だけど下には落ちることはできないから上には上がれない。上に上がろうとすれば下がるからどっちにしろ上がることも不可能。実質できることは相手との距離が空くのみ。何でもできるようで何もできない一方通行性だな。一時期の RPG で流行ったんだよな。フィールドマップ制度をなくして決められた順番や位置に沿って歩くだけってやつ。俺あれ嫌いだったな。意外性がないし、制作者の決めたルートに沿って歩くゲームって何なのって思ってたんだよな。おっと余計なこと考えてたわ。でもつまり同じか。これはあの石筋が決めたルートならそれに沿って歩けば相手は満足するわけだ。お、歩いてきたね。わかったかな。そもそも離れるのだって限度があるんだ。なぜなら空間には限度があるのだから。横と下には変化はない。空間ごと改造したのではなく、そのまま空間を使ってるならこの歩みにも限界は来る。つまりこの歩みの限界点が分かれば横の長さが分かる。もっと言うなら縦の長さが分かれば平面の面積が分かる。そこから計算してお前の位置をおおよそ導き出せるってわけだ。まあ、あいつもそれらを考えて相手飛ばないんだろうな。飛んだら俺が答えにたどり着けなくなるからな。このゲームの法則上上下の観測は不可能だからな。つまり立体ではなく平面でいいってことが良心的じゃないか。だって、ちょっと嘘がないとな。歩幅調整法で歩いてるからどうしても遅くなるんだよな。大人の大体の歩幅は約70センチ。それをわざと50センチで歩いて、測定器がなくても感覚で長さを測る方法だ。よし、これで平面の面積は出せた。あとは僕とあいつの距離を計算するんだ。そこで所定位置がわかる。目や感覚では離れていても実際は違う。あとは面倒くさいが距離感とか逆になるから公式に当てはめる数字さえ間違えなければいい。ほらほら、早くしないと私にたどり着く前に倒れるよ。それで、相手の位置を点 P として、X 軸と Y 軸を。大体わかった。目は信用ならないからな。俺の目の感覚だとすっごく遠くに見えるけど、実際は一度すれ違っている。そこまで歩いてやればいい。ほら、解いたぞ。ここにいるんだろ。正解、すごいね。結構ややこしいと思ったんだけどな。褒美はなんだ。3発くらいは無抵抗に殴らせてくれるのか。俺は確か弱い女の子だよ。一撃でも当たったら気絶しちゃうな。そうだと思ったよ。じゃあねじゃあね、これが解けたら1回だけ本気で殴っていいよ。なんだ今君が受けている毒、それはどうやって解毒されるでしょうか。無事解毒できれば私を殴って君の勝ち。解毒方法がわからなければそのまま毒にやられて私の勝ち。決着をつけようよ、命をかけてさ。本性を表したな。上品ね。俺の命でも手遊びやがって。ちなみに攻撃してきてもいいけど全部跳ね返すよ。しっかり考えてね。どっか、きっとさっきまで待っていたものだろうな。その性質を理解しろってのか。だけど俺に問題を出す以上、俺に解けない問題じゃないってことだろう。どこかにヒントがあるはずなんだ。さてさて、いつ頃気づくかな。冷静になればわかるんだけどな。まずは自分の体調を把握するんだ。吐き気は、めまいは、何か体調の変化は。そこから自分の体調の変化を理解して、毒の症状で当てはまるものを探す。考えてる考えてる、多分絞りきれないし、特定は不可能だと思うんだけどな。これか、自律神経が乱れている気もする。だが、それだけだと毒を絞ることまではできない。そう、血が出てるんだ。臓器のどこかがやられてるんだ。なら炎症系。そう、そこはさすがの俺も知識が薄い。さて、そろそろ気しようかな。お前の問題、理不尽すぎんだろ。脈なし、あっさり言ったね。一応私の勝ちだし、答え合わせはしておくよ。答えは、なし。そもそも私が散布したのは毒じゃなくて、ピコ谷の刃物、それが口の中から臓器に入って傷がついて、吐血しただけだったんだよね。つまり私が毒といえば、脳死後効果が働いて、自分の体内が毒に侵されていると錯覚する。錯覚した脳内は一生懸命原因を作る。だけど答えはただの臓器損傷。毒なんてさらさらないんだから。毒に対して疑いを持たなかった時点で君の推理負け。君がよくやる手段だから簡単に解いてくれるって期待したのにな。まあ、事前に毒と思わせる色合いにしてたし、実際それで吐血したら毒だと思うよね。肺が血で満たされて取り込める酸素量が減っていたら自律神経あたりと疑うしかないよね。とりあえずこういうかもん。こんな結末が許されるわけないだろう。主人公が脇役に倒されてハッピーエンドの物語なんてどんなフィクションでも許されない。ロードが完了しました。うわあああああ。何やってんの。
全てフィクションだったって話さ。作り話、虚構、さっきまでの戦い全てがフィクション。何度も繰り返してもらうよ。僕が納得するハッピーエンド。そうじゃなくて、そんなこと最初から知ってるの。君ほどの作詞で実力者と言われているのに、まさか最後の手段がこれで終わりなんて言わないよね、って言ってるの。は、終わらないんだぞ。僕が納得する。そう、つまり僕が勝つまで終わらない無限ループが。あ、もういい、飽きた。事実変換、支配エリア交換。なんで、俺のフィクションは簡単に壊せるものじゃないんだぞ。最初から気づいてたから出来上がる前にオーバーライドを挟めてたんだよ。忠告だけど、最初私を穴に落としたのはその変化を気づかせないためだったかもしれないけど、それでも敵を自分の視界から外すのは初歩的なミスだよね。だって私がこの空間ごとを作用をしているのを邪魔してるって気づけなかったんだから。そんなバカなことって、そんな時でも作詞が負ける時は哀れなものだね。策だけが自身を守る盾、それがなくなればただの額だけ、だって手の打ちようがないわけだしね。そもそも、さっきの問題に答えられなかったんだからそのまま潔く負けてよ。よく言うぜ、お前、一発殴られたら終わりって嘘だろ。え、本当だけど。私、能力以外は全然でね、走るのも苦手、腕立てとか腹筋とかの筋トレは一回もできないんだよ。私にあるのはこの能力と頭脳だけ、それだけで言えば君の方が幾分有利だよ。嘘じゃなかったのか。全部嘘つくほどの情報じゃないしね。作詞、策に溺れて最後は無様に散るのみ。どんな歴史でもそうだが、勝てば英雄ともてはやされ、負ければ愚か者と罵られる、両極端なものだ。じゃあそんな君に私からのアドバイス。ち、なんだよ。ラーメン食べるときは最初は熱いからフーフーしないと火傷しちゃうんだよ。と、どうでもいいわー。勝負あり。すごい知能戦が繰り広げられ、最初から最後まで翻弄していたのはソフィア選手。決め手は初手、そこで奥の手を対策されていたがためにファルドラ選手は最初から最後まで手が出せなかった。故にこの試合、ソフィア選手の完全無欠の勝利と言えるでしょう。2回戦第4試合、勝者、ソフィア選手。おかしいな、結構まとめたアドバイスだと思ったんだけどな。まあいいや、戻ったら褒めてもらおう。嘘、もしかして誰もここで応援してなかったの。兄さん、起きて、見てたよね、応援してくれてたよね。見てても地味やったから。そんな、それじゃあ誰も私の試合見てくれてないの。そやな、ここには誰も来てへんで。うわん、みんなのバカー、ぐれてやるー。時間だ、主様。答えを聞かせてくれるか。エミエルの罰は決めた。聞こうか。バハートさんによるけど、エミエルをバハートさんに管理してもらう。ただし、バハートさんが求めない限り、エミエルからは何もできないし、させない。試験を放棄するということか。え、そんな。それはしないさ。俺がさせたいのはバハートさんに誠意を見せて、許してもらえってことだよ。邪魔したのは腹立たしい。けどそれはカナとバハートさんの問題であって、俺たちが介入していいところじゃない?だから三人が納得するまで、特にバハートさんが納得するまでは帰ってこなくていい。そう言っている。カナはいいのか?カナは、あの試合はたとえ、バハートが覚醒していてもカナが勝っていた可能性も十分あった。それをこいつに妨害されて一番腹立たしいと思うのだがな。ネルにとって不満が残る答えかもしれないけど、カナはこのままでいい。むしろ乗り越えてほしいと思っている。乗り越えろ、邪魔されたいわば被害者だ。それを乗り越えろというのか、主様は。ああ、少し俺のわがままも入っているけどね。でもエミエルにはしっかりカナにも謝罪してもらう。正直言うよ、カナはきっと気にしないで、でエミエルの謝罪を流す、意味がないんだ。どう転んでもエミエルの口だけの謝罪だけで終わってしまう。カナはそんな償いを求めるやつじゃないから。だから俺がその分カナのそばで乗り越えるのを見守る、それが一番いいって判断したんだ。実際、俺も悪い。そこまで考えているなら構わない。確かにカナはそういうやつだ。どうやっても私の納得する形にはならないだろうからな。ならばこいつは今治療が終わったバハートの上にでも置いておこう。主様、集中しておけ、主様。こいつを置いたらミエルを連れて控え室に向かうぞ。ああ、頼むよ。いろいろあったけど、無事ソフィアが勝ってくれてよかった。次は俺だ、世界三将、天の栄光か。挑戦の時だ、世界の頂点に。
ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか？くれましたか？気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回も、お楽しみにー。